お疲れ様です。長谷俊です。はい、磨きながらでね、すいません。今前の動画で紹介しました3等に15881のメンテナンスをねやっているんですけど、この靴をメンテナンスしながら、はい、まあ、雑談をしていけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。あれですよ、3等に曲面がね、わかります？ぬるっとした曲面なので、非常にブラッシングがこうかけやすい滑らかですね、本当に。いやー、前回の動画のね、動画でもちょっと紹介したんですけど、初見の人のために、3等にっていうのは、1975年イタリアのチビタノマルケというところで発祥した革靴ブランドですね。はい、3等に自体は名だたる革靴たちってあるじゃないですか。オールデンとかいろいろ歴史ある革靴のメーカーがあるんですけど、それと比べると3等にっていうのはあんまり歴史が深くないらしくって、はい、ただいわゆる大手革靴メーカーですよっていうところにこうたどり着くまでにこう最短でぐわーっと一気に駆け上がったっていうふうに言われるくらい、その超実力派革靴メーカーみたいな感じらしいんですよね。はい、この花飾りやばいですよねすごいな。さてさて、今日はどんなことを話しましょうかね。三等にをどう履きこなすかみたいな話を確かしたんですよね。というのも、三等にってカジュアル向きなのか、それともそのビジネス向きなのかっていうのが自分はちょっとわからなかったんですよ。超モダンみたいなわかりますかね、超モダンっていうような感じがしちゃって、こうどういうタイミングで履けばいいのかなみたいな。いや、まあもちろん自分の革靴ですからね、自分の好きなタイミングで履きゃいいんだよっていうふうにおっしゃってくれると思うんですけど、やっぱりこうどうせ履くんだったらこの子をこう輝かせてあげたいっていうか、そう思うじゃないですか。そう思いませんっていうのがあって、どういう服装なら合うのかなとか、まあ言うて全然最近梅雨もあったので履けてはいないんですけど、それともデニムとは合うのかなとか、いろいろな格好をしてみたりはしたんですけど、なんかね、 なんでしょう、やっぱダボっとした服装には合わないかなとか思いましたね。今ところどころちょっと混ぜながらやってるんですけど、わかりますかね。まあというのも、まあ、見てわかる通りなんですけど、この3等に染め方が結構特徴的ですよね。先端が暗くて明るくて暗くて明るくて暗いみたいな、そういうほら状態になってるので、部分部分でクリームを使い分けた方がいいかなっていうふうに思ったんですよね。なのでちょっと濃いところはちょっと合うクリームを自分で色調整して、で明るいところはね
普通に明るいクリームでやればいいかなって思ってます。混ぜやすい、一番色と色が混ぜやすい乳化性のクリームが一番いいじゃないかなと思って、今回はそのブートブラックを使ってます。自分が一番使ってるサフィールノワールなんですけど、あ、クレムですね、クレムなんですけど、クレムは混ぜて使うよっていうのにはちょっとね相性が悪いんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。はい、こんな感じかな。いやいいですね。よし、じゃあ今日はですね、サフィールノワール、今日はワックスかけようか。最近表面磨きをサボっていたので、軽くね、軽く表面かけましょう。ワックスはダークブラウンを使います。先端とかかとの部分がだいぶ暗いのでちょうどいいかなって。よし、まあこんな感じかな。今回薄くかけるつもりなので、そんなに何層も何層もっていうのは今回は、はい、やめました。よし、今までっていうか本当はこれから避けなくちゃいけないことだったんですけど、でも最近この人表面磨きしないなとか思いませんでした？あれ、最近ハセシュン表面磨き全然かけなくないみたいな。もちろんその表面磨きっていうか、ギラギラしたよりもその自然的な美しさみたいなのに最近目覚めたっていうのもまあなくはないんですけど、あのですね、季節的にですけど、サフィールノワールと今のこう夏季、夏っていうのが非常に相性が悪いんですよ。邪魔だなこれ。非常に相性が悪いんですよ。というのも他のワックスと比べてですね、とにかくサフィールノワールは溶ける。とにかく溶けるんですよ。なので夏、本当に日差しの中にこう出張とか営業とかで外出るじゃないですか、溶けちゃうんですよ。溶けて表面が歪んじゃうんですよ。デロンってなってるんですよ。伝わるかな。いや、これはサフィールノワールのビーズワックスポリッシュを使っている人だったら絶対に経験がある、絶対に経験がある。いやー、かっこよくね、表面っていうかこうギラつかせたいっていうか、靴整えてるぞ、仕上げてるぞっていうのを見せたいから表面磨きとかするわけじゃないですか。なのに外出てデロンデロンに
溶けて光も歪んで曇ってるみたいなのっていや恥ずかしいんですよ。なのであんまり表面かけるってことを避けていたんですよ。涼しくなるまでやめようみたいな。けどもっと暑くなるじゃないですか、これからの季節。いやたまんないですね。ただ逆に溶けやすいっていうのはメリットでもあって、そうなんです、メリットでもあるんですよ。どういう風なメリットかっていうと、まあ、これも自分の経験則なんですけど、昔ブートブラックとかあとキュウイのワックス、まあ今も使うんですけど、使っていた時にやるじゃないですか、ガリッみたいな、ガリッってやっちゃった時テンション落ちるじゃないですか、研ぎ直そうって。だけどなんていうんですか、キュウイとかブートブラックは寝る布と水とワックスがあれば整えられるんですけど、その場で。けどまあそうそうそんなの持ち歩く人の方がいないじゃないですかね、常に持ち歩いてますみたいな。そういう意味でもすぐこう緊急で対処できないっていうのがキュウイとかブートブラックだと思うんですけど、ただサフィールノワールに関しては溶けやすいって言ったじゃないですか。なので寝る布1枚あればなんとその場で研ぎ直しができちゃうんですよ。すごいですよね。その場で研ぎ直しできちゃうから、いつでもそのピカピカに戻せるっていう、それも良さだったりします。で最近この子はあれなんですよ、うちのダックスのカバンと合うんですよ。ダックスってここら辺に載せておきますね、また URL を載せておきます。で自分の親父からまあ譲ってもらったダックスのカバンなんですけど、まあ、こいつもね色のその何て言うんですか、ムラがねはっきりしているカバンでして、なかなかいいんですよ。ダックスのカバンを持ち、ブラウンのベルトをし、3-2-1-5-8-8-1を履くっていうスタイルが合うんじゃないかななんて思って。はい、いやかっこいいんですよ、かっこいい本当に。はい、まあそうですね、なんか自分はねまだまだそんな格好はしないって言い方よくないな。自分はまだできないんですけど、そうまだできないんですけど、三頭鬼を履いて白いパンツを履いてみたいな、白パンってすっごい難易度高くないですか。けどなんかいつかそんな格好できたらいいななんて思って、はい、先日御殿場アウトレットに行って、まあ、とあるものを購入するために行ったんですけど、その時になんかそういう格好の人いてね、あの格好だったらね三頭鬼と合うんじゃないのかななんて思って、はい、そういう風に思いながら買い物を楽しんでいた一日でした。はい、いいんじゃないですか。よし、来た。いい仕上がりじゃないでしょうか。はい、今回の動画はここまでにしようと思います。自分もちょっとこのね3-2-1-5-8-8-1をどう履きこなしていこうかなみたいなの思考中なんですけど、もしこの革靴にはこんな服装が合ってるんじゃないみたいな、そういうコメントよろしければ打ち込んでいただけると嬉しいです。はい。はい、よろしくお願いいたします。はい、じ
じゃあ今回の動画はここまでにしましょう。次回の動画をお楽しみにしてください。それではバイバイ。